おはようございます。釣り子 TV です。春先に向けて、まあ、ミノをね、この前紹介しましたけども、新しくね、いくつか使ってみたいなと思うのが釣り具屋さんにあったんで、これね、一つ買ってきてみたんですけども、デュオのレアリスジャークベイトフローティングっていうことでね、色がね、もうこんな感じの、ね、なかなか見ない色だなと思って、まあ、シーバスルアーとかではね、たまにこういう色あったりするんですけども、ブラックバス用で、まあ、ピンクバックね、このピンクの背中で横が、まあ、イエロー、まあ、チャートのような感じでっていう、これがね、すごい目を引いてですね、一つ買ってみようと思って、買ってきました。で、パッケージには、まあ、120mm だよっていうところとか、ここを見るとね、酒井さん必聴カラーだよということでシールが貼ってあるので、なんかご当地カラーというか、すごい効くカラーなんですかね。早速ね、開けていきたいと思います。ちなみに裏側こんな感じで、初めてですね、レアリスのジャークベイトということでね、120F ね、おー、こんな感じなんですけども、まあさすがね、デュオなんで、かっちりとしたね、作りって、もう触って第一印象ね、カチッとしてんなって感じがしますが、あのね、開けてみてね、リップなんか見てもこれわかるんですけども、ちょっとマットフィニッシュなんですね。あ、で、お腹はベリーもチャートだから、このチャートなのが、お腹から側面にかけてあって、で背中だけね、こうピンクっていうことで、あ、ピンク色だからこうで、これフローティングなんで、多分ねちょっと浅いレンジ引けると思うんですけども、パッパってね、こうね、ジャークした時にすごいね、見やすいんじゃないかななんて思ってね、どんな動きか、確認しやすいかな、あとルアーの位置確認しやすいかななんて思ってですね、買ってみたんですけども、で、あ、針はね、これすっげーいいのが最初からついてますね。なんかね、フッ素加工のも、ちょっと触ったらこう吸い付くように刺さっていくようなね、強力な針がついております。で、使い方のポイントなんかね、後ろに書いてあったらね、ちょっと見てみたいなと思います。安定したキャスト性能を備えながら、トゥイッチやジャークなどロッドワークにリニアに反応する優れたアクションレスポンスを備えるレアリスジャークベイト 120F。 フローティング設定により根掛かりしにくく、回収率も高いため、シャローエリアの攻略に威力を発揮しますということで、重心移動システムにより抜群の飛距離を実現、大胆な平坦ボディがアクションのキレを演出、フローティング設定により優れた、アクションレスポンスということで、重心移動が入っていて、で、まあフローティングだよっていうことによって、その根掛かりとか、あとはもしね、なんだろう、霞水系とか岩ごちごちエリアとかでやるとね、よくあるんですけども、こうアスタックしたね、あー、どうにも取れない、プチーってちぎった後ね、浮いてくるんですよ、ね、フローティングなんで、もちろん、浮いてくるっていうことで、まあラインとか、下の土の袋とかに引っかかっちゃったら救助は難しいかもしれないんですけども、まあそういうややこしいものに針がかかったとかでなければ、フローティングのミノーとかだとですね、こう浮かんできてくれて、さらにこのピンク色なんで、多分ね、透明にあってもね、あー、そこに浮いたってもね、分かりやすいかなと思ってね。で、ちょっとね、まあミノーで言うと、そうだな、 OSP のミノー群とかね、よくね、使うことが多いんですけども、ちょっとね、まあそれ以外のねやつね、まあデュオとか、いろいろね、使ったことない、メーカーの、ミノーを、いろいろ今年は試してみようかな。で、カラーはね、ついついキラキラした色とか好きな色を、買ってしまいがちなんですけども、こういうね、もうこれで多分釣れたらこれしか釣れないんじゃないかなみたいな、そんな感じの色があったんで選んでみました。ちょうどね、コメント欄でも、ワカサギのいない湖でワカサギカラー使ったら釣れますかみたいなね、ご質問があったんですけども、まあね、釣れると思います。どちらかっていうと、そうですね、それこそ真っ黒カラーなんかもどこでも釣れるし、特にワカサギカラーはほんとね、いろんな
ああいう、まあ、ベイトフィッシュに似てると思うんですよね。なんというか、ワカサギでもあるし、オイカワでもあるし、その他の何か、こう、モロコだとか小魚でもあるし、なんだったらもしかしたらギルだと思って食ってるのかもしれないし、ということで、大体あのね、コメント欄の方でもね、ご返信はしたんですけども、色を選ぶ基準で、自分の場合は、こう、透ける色で、透けない色、あとはキラキラした色ね、キラキラした色、この3種類ぐらいに、分けて、でその中でまあなんとなくね、あのローテーションしていく、まあなんとなくって言ったらあれなんですけども、ただワッカサギじゃないと釣れないっていうこともないとは思うんですけども、一つあるのはカラーローテーションっていうのは結構効くよっていうのは、感じております。すごいね、同じミノーで、釣り続けて、まあその色が効いてるから釣れ続けるっていう状況もあるんですけども、まあ群れの魚を狙っていく時とかは、そんな時に、ちょっとずつね、カラーをワカサギからオイカワに変えて、オイカワから透ける色に変えて、透ける色から今度キラキラしたのに変えて、から黒に変えて、チャートに変えてとかね、カラーローテーションとか入れていくと、どんどんね、そこの群れが反応する、釣れる、同じ色だけずっと釣り続けてると、まあ場合によりちょっと食いが止まることがあるっていうのは、あの経験の中で、あ、そんなことあったなっていう記憶があるので、だからまあ、いくつかねお気に入りのルアー、このルアーはよく釣れるんだって好きなルアーができたら、その中ではね、何種類か何本か買って、いざという時にこうカラーローテーションができるようにですね、スタンバイしておくと、なんか効く場合があるんじゃないかな、ね。逆にもうなんかすごい変色している時、ベイトがもう確定していて、で、その微妙な光の当たり加減なのか、濁りの、炭加減なのか、ある一定のカラーしか食わないっていう状況もありますんでね。まあそこら辺は適材適所で、とにかく、投げて投げてですね、投げまくるとなんとなくそこら辺の自分の基準みたいなものはできてくるんじゃないかな、なんていうふうに思いますんで、ただまあご質問の内容のワカサギ、いないとこでワカサギから釣れますかっていうので、端的にお答えすると、釣れます、間違いなくワカサギカラーでもいけちゃうんじゃないかな、なんていう風に、考えておりますって話がね、だいぶね、ぶっ飛んできましたけども、ちょっとね、重さね、デュオのですね、レアリスジャークベイト 120F は何グラムでしょうか。はい、17.2グラム、 17.2グラムって出ましたね。なのでまあ基本はこのね、ベイトタックルで投げるのがいいのかな、なんていうふうには、感じておりますが、まあね、グラススピニングでもシーバスのノリで考えたら、全然より飛距離を出すために PE ラインセッティングで、使っちゃうかな、なんていうふうには、考えております。何にしてもね、こんな派手派手カラーで、でジャークベイトっていうふうに書いてあるんで、まあジャークを主体に、でね、ホームページの方で見たら、なんだろうな、このリップの形状とかちょっと投げてみないとあれですけども、ローリングだけっていうよりは多分ね、ウォーボリングとローリングが混じった、要はウォーブンロール、こうちょっと振りつつローリングもしつつっていう動きになるんじゃないかな、なんていうふうに思うんで、で、12センチのサイズに3フック仕様ということで、まあ、ここら辺でね、あとは色のローテーションの時に、こんな気分の時ちょっと入れ込んでみようかな、なんていう風に今のところ考えております。というわけで本日の釣り子 TV はですね、春先に向けてまたミノを買ってきちゃいました。デュオのレアリスジャークベイト 120F、 これを買ってきて、開封してみたよと、こういう動画でした。はい、釣り子 TV でした。